はいどうも皆さんおはようございます。のろけよです。ただいま僕は、中央線の小淵川駅に来ております。今回は、突如しのの異線に現れた謎の臨時快速を調査していきたいと思います。その臨時快速は塩尻駅から発車するので、まずは塩尻駅まで移動しましょう。とりあえずこの211系をお見送りします。それではこの特急で、塩尻まで行きます。塩尻まではカットします。塩尻に到着しました。ここで、本日のメイン列車に乗り継ぎます。バイバイ。いやー見てくださいよこの輝かしい臨時快速の表示、長野まで駆け抜けるという強い意志が読み取れますね。ということで今回僕を快適な旅へと誘ってくれるのはこの車両、211系の3両編成です。今回は一体どんな旅が始まるんでしょうか。ちなみに、側面の方向幕は快速長野行きでした。車内は、塩尻の時点だとまだガラガラですね。はい。臨時快速長野行き、間もなく発車です。列車は塩尻を発車。中央線という大幹線から離れ、しののい線の旅の始まりです。この列車の停車駅が恐ろしすぎるので、まずは車内放送をお聞きください。そうなんです。この列車なんと長野までの途中停車駅、松本と篠ノ井だけなんですよね。一部の特急も止まっている明石名や聖高原なんかも通過することになりますね。列車は松本に到着、塩尻の時点ではガラガラだった臨時快速も、ここ松本からは賑わいを見せます。この列車はあと篠ノ井と長野しか止まらないんですが、たくさん乗ってきます。長野県の南北の移動って需要多いですね。ちなみになぜこの臨時快速がこんなを、恐ろしい停車駅になっているのかを簡単に説明すると、先日の大雨の影響で中央線がやられ、中央線からやってくる信濃が運休したので、代行で臨時快速を運転しているためです。特急信濃の筋で運行されているので、このようなぶっ飛び停車駅となっています。列車は坂北駅を通過、ワイドビュー信濃なら当たり前のことですが、211系が駅を飛ばすのは、何気に久しぶりのことなのではないでしょうか。篠ノ井線内はちんたら走っていた臨時快速ですが、新越線に入った途端水を得た魚のように飛ばし出しました。そういえば211系って、もともと東海道線で走っていたんでしたね。普段のダラの運用の時とは比べ物にならない速度ですね。ということで終点の長野に到着しました。ほとんどの駅を飛ばしていたので、ちょっとしたゲーム感を味わいましたね。長野を長野を、というかこの放送って KOPRC の人と同じ人ですよね。懐かしいなぁ。なぜか生産所に人がたくさん並んでいました。途中駅で降りれずに間違えて長野まで来ちゃったんですかね。とりあえず、今回の動画はここで終わります。ここまでのご視聴ありがとうございました。